島田洋一の朝から言わせろう。いいね、それ。おはようございます。KBC のゆうちょうへいです。おはようございます。島田洋一です。おはようございます。小柳ゆうきです。昨日田淵さんとの思い出話聞かせていただきましたけど、他になんかどっか行かれたりしたんですか、その後がおもろい。その餃子食べた後、はい、まだな、クラブとか飲み行くの早いなあ、言うて言うて。ええ、また川端のとこ戻ったら、鰻釣りとか。 ヨーヨーとかあっほんでうなぎ釣り俺得意分野やと思ってたから「はい、じゃあお願いします」言うてあの 5, 500円やったかな1本ほんでビュってあげんねんけど全部切れんねん、うん、ほんとたらむきになってよ20本ぐらいやったんやち,うちうぶちぶちぶち切れんねん、はい、ほいで田淵さん「俺こんな苦手や」っずっと見てたんやほんとずっとやれて,てんやもうええわこんなやったらめったに釣れんやろ儲かりすぎやろって言ったら「あの1,000円のもありますよ」って言ってほら。 あ「そ,うじゃあそれください」うん「ほんで分かった」ってスーッと上がってたんや「ね千1,000円出したら上がるんですよ」ってどんなんやねん糸 <laughs> が違うの糸が映画編成見て1,000円のは5割ぐらい上がりますから20回やるうちにそんな正直に言われても500円のはほぼ上がりません何 <laughs> でそれみたいなほんで1本だけ上げてもうえがなとってその場でパーッとさばいて蒲焼き作ってくるやつはあ<ー> おう、うん、そういうのがあったんよもう二十何年なん,んやろな二十五六年になんのかな<ー>おうあれは面白かった俺京都花月でもあったんよほ<う>あの昔のな京都の劇場があって、はい、その横にうなぎ釣りやそん時も金ないのに6,000円も突っ込んでほんでやっと一匹あげたんや。はい ほんで楽屋にバーッと入ってきたら楽屋で炊事するとこがあって昔の劇場やからそこで蒲焼きみたいなの焼いてたら煙出るやんか、はい、バーッとほんで探知機みたいなのが鳴ったんやろなうわーみんながあ,あっち走りこっち走りしてて俺知らんからずっと焼いてたんや <laughs> ほんで支配人が「どこやねんどこやねんビーッて鳴ってんでな鳴ってんでって俺の顔見て「お前か!」って頭殴られて「<laughs> 何したでん楽屋でうなぎ焼いてこのバカ野郎」<laughs> でまた消防署に電話して「すみませんこっちのあれです」言 <laughs> う,いうこれも思い出があった でも福岡の時はちゃんと外やし <うん S 1> 思い出したの楽屋で頭引頭いっぱおかれて「誰が楽屋でうなぎ焼け?」言うた。いや私6,000もかけてそんこ劇場一回だって500円やがなうわあ500600円やでなのに6,000も突っ込んでそれやったから嬉しいから俺焼いてたよでな楽屋の芸人さんに一切れずつでも分けてあげよう思うてでその時がうなぎでさばかなんかや台を探してたや真っ白の 台があったん綺麗な、はい、そこにうなぎの首にあの金づちでポンと打って、はい、包丁でキュッと切るやん、うん、血みどろになるやん一応なでうってこう終わってからこすってもその血の匂いとかが取れへんねん <laughs> でもしゃあないから言もうとりあえず取ったんやきれ、はいに」でもまだなんとなくあんねん雰囲気が「まあ、はい、しゃあないからこの板なここ置いとこう」と思ってそ、うん。たそれはそれで終わって。 ほおたら今度老曲があったんよ老曲老曲の台やったんや。うん、<laughs> 俺そんな知らんがな。ほおだその上の白い綺麗をかぶせてやんね。<laughs> おでああ明治四十明治四十 <laughs> なんなんこの匂いで。<laughs> あっ師匠。修水さんとかに聞け。師匠お時間です。<laughs> <laughs> 老曲の台でさばいとったんよ。また来週です。